こんにちは、筋トレ大好きゆいです。今日はリフトで5周年を記念した商品を買ったので購入品を紹介したいと思います。普段ね、リフトのインスタグラムをフォローしてるんだけど、やっぱ新作がさ、月2回3回出るのよ、うん、まあそのたんびにね、まあ、ストーリーとか投稿でその内容を見るんだけど、やっぱ毎回買ってはいられないじゃん。だからあ、今回は我慢する、今回は我慢するって結構スルーしてたんだけど、うん、今回のに関しては絶対買うと思ったの。で、発売日の、7時だったんだけど、金曜日の7時なの、大体リフトって、うん、で、7時3分にはもうお会計済ましてたから、うん、もう買うもの決めて、うん、それぐらいね、思い入れのある商品です、はい、もう見てよ、見えてね、見えてるでしょ、うん、これめっちゃ可愛くない？まあ今までのリフトで使ったロゴの総大集みたいな、何集大成か、うん、ちょっとね、納品書が見つからなかったので携帯のサイトで見ます、うん、こちらの黒いタオルがなんと今ソールドアウトで1980円ですね、うん、ちょっと開けてみる。リフトってね、 T シャツとかタンクトップとかパーカーって毎回出るんだけど、小物系が出ないんだよね、うん、で今回そのタオル、マグカップ、シールってのが出て、うん、まあ、それで私絶対買おうと思って買ったんだけど、うん、ちなみにこれ白もあります、うん、白はね、今でも売ってる。ジャキーンと、かっこいいでしょ、うん、縦にしてみて、ほら、めっちゃ良くない？こんないろんなロゴが、そうそうそう、私ほらこの T シャツ持ってたりさ、うん、そう、まあ手放しちゃったものもあるけど、こういうデザイン持ってたなみたいな、うん、なんか5周年でさ、こうやってこうロゴが集まるのっていいよね、うん、これが1980円と、はい、生地はね、うん、まあそんな分厚くないけど、うん、まあリフト価格かな。まあそんな感じ、うん、あ、次もね、ソールドアウト、これね、2種類あるんだけど、うん、バージョン1を買ったの私は、うん、今ワンツーともに売り切れで、うん、値段が1650円、うん、ちょっと開けちゃうよ、これドキドキするね、ステッカー、うん、でも開けるよ、うん、うわー、開けてなかったけど、まあ貼るから、私は携帯とかパソコンとかポータブル冷蔵庫とかに貼ろうかなと。これもそう、過去のロゴだね。へえ、めっちゃ可愛くない？すごい、めっちゃ可愛いよね。うん、シールの質も良いです、うん、これ最後にするね、うん、この下にね、すごいのがいるから、まあもう皆さんもお気づきだと思うけど、ロゴはもう全部一緒、うん、パターンが、素材が違うだけで、うん、あー、かわいい、かわいすぎる、すごい、リフトのマグカップです、すごい、いいでしょ、かわいい、結構量もね、入るね、こんな感じで、リフト愛リフト愛、こちらがね、まだ売ってます、2200円です。白、グレー、黒がありました。これはグレー、これグレー、うん、あー、かわいい、嬉しい。じゃあ目玉いきますよ、はい、こちらはね、リフトのパーカーで、うっすらここにファー、ここにファーだってファイブイヤーズレガシーかな、へー、価格は15,400円、ジャキーンと、ジャキーンと、まあもう皆様分かってると思うけど、後ろまたそれも、そうなの。そうなんです。これも T シャツタイプ、タンクトップタイプ、うんうん、ロンティーはなかったかな、うん、私はその中でパーカーがいいなと思って、はい、やっぱね、 T シャツはね、私すごい着るから、うん、劣化が激しくてね、うん、どんなにお気に入りの T シャツでも1年と持たないから、うん、なんかパーカーの方が長持ちするかなと思って、これ S サイズ、うん、ちょっと着てみます、うん、裏地はね、とても質のいい裏起毛になっております。いいですね、どう？いいですよ、どう？かっこいい？いいですよ、かっこいい？かわいい、サイズ感はね、本当に毎度のことながらぴったし、うん、とても質も良くてね、うん、うっすらこう、ファイブイヤーズも見えて、うん、前に買ったね、パーカーが黒なんだけど、うん、また今度はこう、違うイメージで、うんうん、まあ、自分では見えないけど、うん、かっこいいことでしょう、うん、以上4点が購入品になります、はい、最後までご視聴ありがとうございました。皆様もリフトの5周年記念グッズ買ってみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら、さゆちゃん、さようなら、か
乾杯。